はい、どうもこんにちは、こんばんは。本日もバズりやってきます。今回はですね、こちら呪術廻戦のコラボがやってきてまして、ガチャを引いていきたいなと思います。で、今回はこちらですね、魔法石7個呪術廻戦コラボガチャですね。もうね、このコラボ3年以上前になりますね。もうあれから3年以上経って第2弾がやってきました。で、今回ですね、こちらラインナップの方もね、見ていきたいなと思います。で、まあ星級キャラとしてね、新キャラが出てます。東堂虎杖伏黒の2体がラインナップとして追加で、星8に関してはね、やっぱ五条先生最強の呪術師と、あとこちら下等かな、確か名前、こいつが新キャラとして来てますね。で、両面スクナもこれ入ってまして、星7は基本的に変わらないんだけど、まあちょっとこの辺は新しいかな、名前は読めないけど。あとは、あ、これメイメイって名前ね、メイメイと、あとこのよくわからない怪物と、あと拝みバーと孫、これとかがね、星7新キャラですね。で、あと星6に関してはこの草壁っていう人と、このよく読めない人、あとはこいつかな、これが新キャラです。で、それ以外は全部もう既存なので、新キャラはまあメインに今回はね、取れればいいかなと思ってるんですけど、まあ、実を言うとですね、今回の呪術に関しては、かなり、気づいたんですよ。あれ、もしかしてと思って、見てもらいたいんですけど、先ほど紹介した新キャラ以外、前回のコラボでコンプしてたみたい。これね、全く気づいてなかったんだけど、今回このモンスター交換所のね、このラインナップを見た限りは全キャラ持ってんだよね、前回から。あ、まあこっちはね持ってる、表示されてないけど、究極進化させてるもんで、だからマジで全部持ってる。こいつは、こいつも新キャラだもんな。そうだから、あ、伏黒も持ってるよ。伏黒もいるだけど、すごっと思ったね、コンプしてたのかいって。だから今回、ね、結構新キャラがまあ多いので、まあどこまでね出てくるかってところで、まああとはね、今回は魔法石をもうちょっとね温存していきたいなと思ってるんで、あんまりこうガツガツ引くつもりは今のところはないですね、これは。ですけど、まあラインナップとしても強そうなキャラもいるので、まあちょっとそこを引いていきたいなとも思うし、まあそんなね、まあ早速ですね、ちょっとガチャ引きますか。久しぶりですね、コラボ系の、まあ前あったけど、まあ久しぶりのガチャにはなりますので、まずはこちら呪術廻戦1日目のログインスタンプです。では行きましょう。はい、こちらですね、わっさしぶりだね、イタドリガチャドラだね、結構再現度高いね。よし、行きましょう。はい、何が出るだ、出てくれ。まずは止まらない。うわー、まあだよね、もうだってほぼ持ってるもん。さっさと捕まえてみろよ。はい、まあ今回からね、こういうアシスト武器がね追加されてて、こういうのがまあ結構優秀かなと思う。はい、続きまして、こちら呪術廻戦ガチャ5日目のログインスタンプです。行きましょう。はあ、いや、まずは止まってもらいたい。そして新キャラ来い。おっと、止まりました。だけど、さあ、新キャラ、おー、マジいいね。え、これめちゃめちゃいいんじゃないの。
五条悟るゲットです。術式反転赤かっこよいな。あと強いでしょ。いやまあ第2期まだ見てないけど、あの五条さんまあいろいろありまして、で挙式紫、いやこれ嬉しいですね。星8よ、レアで、レア度は星8のまあ 2.5% だから、まあそれでも低いよね。いやーまあ星6が当たったのと星8だね。もう無料ガチャはもうちょっとあるので、で続きましてこちらの呪術廻戦クエストはね、あのこちらも来てまして、まず報酬の方を受け取りながらあのガチャ引いていこうかなと思います。はい、じゃあこちらですね、クエスト報酬受け取る。でそしてわーお、まあいろいろもらえますよと。そしてまあ宝石も OK。まず一回あのもらったキャラがいるみたいなんで、このキャラの話しましょうか。虎杖悠仁伏黒ですね。報酬ですね、これは報酬系キャラ出てきたね。うん、とりあえずこいつはダット。はい、ダット。何ダットって、ダット、こんな短いので、これがもう一応星9のレアキャ、一番レア高いやつで出てるんだよね、それの報酬版だから、ちょっと性能としては劣ってるはずなんだよね。まあこれがもらえます。これはね、あの 初級をクリアするともらえますね。であります。あとはこちらの今出てもらってるのが呪術廻戦初級編、京都姉妹校交流会レベル4をクリアするとガチャがもらえる。でその後上級編を全てクリアするとガチャがもらえる。でダゴン降臨、これクリアするとガチャがもらえる。で、渋谷事変コロシアムをクリアするとガチャがもらえる。だからあと4回は無料で引けます。では呪術廻戦初級編からいきましょう。はい、なんだこれ、普通のガチャじゃなくて、どういうこと、なんだよね、なんだよね。はい、さっきのは何だったんだよ。はい、じゃあこちらね、上級編の、ガチャを引いていきましょう。はい、わあ、新キャラ出てこいよマジで。ここおっと、ここで止まるか。よっしゃ、新キャラ新キャラ新キャラ、さあ来い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 。ああ、お前はこれを使うのは胸くそ悪いけどな。マキーお前じゃないんだよ。でもね、新、あ、これはもう元々あったのか。まあでもあれだね、この V 破壊があるね。使い道あるかな、どうだろう。まあかぶりましたね。でダゴン降臨、こちらのガチャ引いていきましょう。さあここら辺でね、新キャラ当てておきたいよ。はい、止まりました。でも基本的に、ね、キャラほぼいるからね。さあ来い来い来い、おいおい、お前はお呼びじゃない。これを使うのは胸くそ悪いけどな。そろそろそう思ってきたよ。うっそ、なんでなんで、あれだよ、連続で来ること、やめて、トリプルやめて。これから、はい、渋谷事変のガチャです。はい、トリプル、おっしゃ、止まるには止まるんだ。止まるけど新キャラ出ろよ。新キャラ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 、うわー、イタドリはね、正直いらねえんだよな。4体目じゃん、もう俺多分ね使わないんだよね。あ、こっちはね変身キャラなんで、こっちに、声がボイスがありますね。お札だ。で究極進化もあって極戦ですね。うわー、いらないの来た。マジか、ガチャはこれで終了っすね。無料ガチャね。あとはまあこうクエストが結構あるんで、まだまだちょっとこれはね周回していきたいなと思うんだけど、とりあえず無料ガチャはこれで以上っすかね。
まあこれでまず見てもらうと、上からかな、この子からスタートして五条が出て、あれ新キャラ特に当たってなくない普通に。でまあ5連引いたけど、ちょっと微妙な感じでしたね。まだまだ引いていきたいなと思う。まあその前にちょっとこの前10月クエストガチャっていうか、この辺もねちょっと集めとこう。はい、受け取っといて、早速ガチャ、魔法石7個呪術廻戦コラボガチャ、新キャラはまず出てきてほしい。1回目です。はい、5連1回目いきましょう。はい、さあこっち来い。はい、まず止まってくださいね。止まらない限りは始まらない。はい、止まりなさい。止まらないけど、はい、止まったらもう新キャラなんで、もう前回当たってるから、よし、まあナイス、こいつが出た、草壁さんですね。新影流居合ゆうずき、ん、かっこよくない？いやでもね、これ2体目出てますね。でこれも、おーおー、いいじゃん、これ結構いいんじゃない。敵一体の残り HP が 35% 減少、グラビティですね。でしかも上限値が120億になるというのも、まあ使い道はありそうだね。で、覚醒はスキブに水裂の泥強と HP 強化、そして V 破壊、はい、出た V 破壊がついてます。いや、いいんじゃないの。さあ、多分ね、虹玉はあれだった、あとは全部かぶれ。あ、うっそー、おっしゃ、まさかのね、まさかのね、そして、こいつ私のために死んでくれるかい。それはちょっと、カラスを操る、それだけだよ。こいつはね、知らないキャラだね。まあ多分第2期から出てくるキャラだね。そしてこれは3ターンの間ダメージ吸収と属性吸収、そして HP が H1 になるシールドを1つ破壊。なのでね、闇属性に浮遊、そして V 破壊。まあ使い道はどこかしらあるとは思う、強いと思います。いやー、出ましたね新キャラ。だけど結果、まあ最初のこれはこんな感じでしたね。まあ割と良かったんじゃないかな、新キャラが2体出たからね。で、この子もいますね。新影流寛領域が3体目になりましたね。この子もキャラ、アシストが追加されてますね。まあ普通だね。そして釘先ですね、これ優れ女かんざし。こいつはね、もう5体目だね。優れ女ともなり。でこれはもう元々あったから、そんなんでもないね。よし、まだまだ引いていきましょう。まだね、魔法スキルに余裕があるんでね。さあ、いやー、どうだろうこれ、マジで止まれ。まずは止まりました。よっしゃ、誰が出る。さあこっち来い。よし、おお、これは結構いいんじゃないの。おお、ゲートをすぐるか、出ましたね。もっとヒリヒリしないと。ほう、もっとヒリヒリしないと。いや、いいね、かっこよ。 こいつはね、確かね、映画版にね出てきたキャラでもあるよね。いやー、気になりますね。特急特定疾病呪霊放送神。長い。特急特定疾病呪霊放送神。ほう、しかもこれ言ったんじゃん、強くない。さあ、3ターン後に発動なんだね。じゃあ毎ターン使えるわけではなさそうか。でも闇三属性だし、まあ火力は出る方なんじゃないの。どうなんだろう。
そしてアシストはこれ。了解了解。いいんじゃないの。さあ、あ止まらないけどこの新キャラですね。おしナイス。ヒコリ呪法束縛。男かい。お前は男かい。これは。あ2体いれば 2ループできるね。このキャラだけ水を6個以上つなげて消すっていうのはありですね。メロミエルとも相性、この、 あのターンが短いもんでいいんじゃないかな。ちょっと注目キャラですね。この辺もね、あの 列系があるからね。こっちはあーまあでも超つなぎ消しがないからどうだろう。基本コンボ系になるのかな。3コンボ加算だしね。どうしようかね。そして止まりましたね。いやこれ結構やっぱり前回コンボしてるからいけるんじゃない。さあいけいけいけ。おー誰、あのおばあってやつだよね。おがみばあと孫なんじゃこれ。全員当時お高齢術。なるほどね。え結構ねこれ変身するの結構短いターンだと思う。そして誰に命令してんだよ。あかっこよ。これ伏黒って書いてあるね。へえかっこいいですね。なんか知らないキャラだけど、まあ新キャラ出ましたね。そしてこれです。5ターンの間闇属性ダメージを無効化。ほうこれはいいんじゃないでしょうか。敵の行動を3ターン遅らせますね。敵の行動を3ターン遅らせると無効化は相性はなんか微妙な気がするんだけど、まあでもこれも新キャラです。いいんじゃない。止まれ。止まりましたね。おこれ結構いいんじゃないですか。いいんじゃないの。さあ何が出る。さあこれ、おお知らない。はいこちら名前は読めないけど、赤輪躍動ソイ。かっこいいね。全力でお兄ちゃんを遂行する。長男。こいつはねどういう、まあ、あの敵なのか味方なのか分かんないね。それが弟の前で命を張らない理由になるか。まあまあまあって感じだねこれ。そしてこいつ8ターンの間 HP を 40% 回復。いいんじゃないのかな。例えばあの毎ターン1ターンで溜まるキャラにこれをつければループはするね。まあそんな相性のやつはいないと思うけどね。いやいいですねこれがね、5連2回目の結果です。結構良くない。 4体新キャラがここで当たったよ。あと何体かいると思うけど、まあもうちょっと引きたいねこれはな。さあ行きましょうか。今回結構ガチャのあれいい気がする。あーここからもうちょっと渋いんじゃないかな。さあ止まるんだ。おやべえじゃねえか。やばい来るんじゃないのかな。さあ来い。おっとやば。うっそやば。おいこれやばくないですか。東堂虎杖来ましたね。拍手とは魂の喝采。えこれやばくない。確かこれ一番レア高いんじゃないの。そしてペンダントね。これは、まあ3ターンの間ね7、6マスにできるやつはすごくいいんじゃないかな。えこれやばくない。うわさあこれどこ。おー来ないけどこれかなりえやばいぞ。これが3連だけどさやばいぞ。あーやばいか。やばい 1.5% だね。で虎杖伏黒は 1% か。えやばい。あとはまだ当たってないのもまああと1 1 2 3
3、4、5か。あと5体か。いやーどうだろう、もうちょっと引きたいかな。35個目、35個というか5連4回目。あーまあこれは微妙だな。さあ止まれ、止まった。いやいいぞいいぞ、さあいいぞ、来い来い来い、うっしゃよっしゃ。こいつ待ってましたよ。名前は読めんけど速度で潰す。そしてイデン落下の銃。さあ出たよ出たよおっさん。そしてこれだね。いやーですよね、伏黒は2体目っていうか3体目か。でこのおっさんは気づきを与えるのが教育だ。かっこいい、ケヒで東堂も当たりましたね。で、メイメイ2体目ですね。2体目だけど3体いればループするのか、まあ、そんなループするほどのキャラではないのかな。うわーどうしよう、うわーどうしよう、もうちょっと引きたい気もするんだけど。あー両面スクラもいたか。だから 1,2,3,4,5 だね。うわーどうだろう、もうガチャ、まあ宝石的にももうあれだし、4回だよね引いてんの。いやーどうしよう、もうラストにしましょう。最後でラスト、いけ。これは5連5回目です。さあいけ。おっと待ってよ、止まれ。おっしゃ止まった、止まったぞ。おおなんだよ、止まってねえじゃん。でも出たね、来訪追従1番開智。長えな。そういうことか、いいんじゃないですかね。さあ次止まれよ、止まれ止まれ。あーマジか、止まらない。うわーマジか。はい、5連がこれで終わりました。しかもなぜか3体目出た。いやー終わりにしようかな、もう。うんしょうがない、これ以上ね引いてもなっていうところで。まあ五条ですね、五条が当たらなかったのと、あと両面スクラ、この両面スクラがね当たらなかったですね。であとこいつかな、こいつが当たらなかった。こいつは意味がわからないんだけど、まあこいつが当たってないのと、まあ4体だね、4体当たらなかったね。うん、多分4体、1、2、3の、まあ、4体だね。いやーでこれはこれだね、後で引きます。いやマジか、まあ、結果はこんな感じですね。レアで、あいいか、まあ、結構新キャラは揃ったんじゃないかなと思う。こんな感じですね、ゲトウも当たったし、これもね当たりましたね。でこのおっさんも当たったし、まあ、かぶりも、まあ、結構 あったけど、まあ、こっちの交換場で見る感じだと、ほら、あと4体なんだよね。コンプはならなかったけど、まあ、ある程度揃ったし、まあ、いいとしましょう。そして、モンスター交換場にもね、こちらのキャラがね、交換できるようになってまして、一応こちら14体で、イタドリ・フシグロがね、交換できます。で、先ほど当たったのがこちらの東堂と虎杖、これがね10体でね交換できるキャラになってます。ただまあね、交換するかってところかな、ここは。だーね、でも交換、うん、まあちょっと考えるわ、ここはちょっと考えるわ。もしかしたらここは動画外でまたやるのかもしれないし、またショートで上げるかもしれないけど、まあちょっと今回はこれ、まあ
動画的にもちょっと長いんでここはちょっと言わないかもしれないけど、まああとはねもうこのゲロスグルはゲットしましたね。で五条とイタドリは交換ができます。あとこの辺のまあ虹メダルとかがあれば交換ができるよって。でこっちもね、あそうそう、こいつをね確かこいつをね交換すると、なんかもらえたんだよね、クエストでこいつをもらう、あのか交換するとね報酬がもらえるんで忘れずにやってください。死して賢者となりなさい。さあでそんな感じですかね、まあ、今回の、モンスター、呪術廻戦コラボガチャですね、こちらの、まあ、ガチャはね結構まあ良かったとは思う。まあでも結局前回コンプしてたもんで、まあ、今回のこうガチャで、まあ、新キャラを狙いに行く感じだったんで、ある程度新キャラも揃ったし、まあ、ちょっとあのそれでまた編成作ってね楽しんでいきたいなと思ってます。いかがだったでしょうか。まあ、呪術廻戦コラボはねまだまだ長いんでね、1月あの10月1日にスタートして、確か10月の18日まで結構長い期間コラボ実施中なんで、まだねガチャとかちょっと迷ってるよとかだったら参考になったらいいなと思ってます。はい、本日の動画は以上になりますので、チャンネル登録と高評価コメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバイ。はい、こちら最後ね、ログインスタンプ10日目でね星7以上確定やっていきます。さあラストです、いきましょう。まあログインスタンプどうか、どうなる、まあ、止まるんだねこれ、止まって何が出る、さあ来い、まだ当たってないやつ来い、こっち来い、来い、くわー、マジかー、バイバイ。